もちろん、体が良くって、メンタルダメなら、やっぱり自分の中のバランスっていうのが崩れて、パワー不足だし、逆も同じですよね。体はちょっと辛いんだけど、メンタルはすごい元気なんですっていうのはなかなかいないと思うんですよ。どういう状況って感じなんだけどね、それはね。あとは、最近多いんじゃないでしょうかね。本業と副業だったり、二つのお仕事をこなしていっているっていう、そういう状況で頑張っていらっしゃる方って、めちゃくちゃパワフルじゃないですか。このパワフルさ、うん、要は、整った自分、そこから発せられる皆さんの本当の優しさっていう、そこがテーマになっています。こちら実は太陽とね、月と数字今仲良したって言ったんですけど、これ以外にもお羊座、ニハンス内に滞在しているものがおりまして、ドラゴンヘッドですね、あとカイロもそうです。ここも実は仲良しで一緒のところにニハンスにギュッと、ギュッといるんですね。ドラゴンヘッドはお羊座15度、こちらのサビアンシンボルが日の入りに踊っている妖精ブラウニーというものになっております。これは何かに熱中していて、ふとね、日が暮れていることに気づいて、あ、そろそろ帰ろう、なんか食べて帰っちゃおうかな、みたいな、そういうワクワク感。そしてカイロは、